コロサイへの手紙、第3章、このように、あなた方は、キリストと共に蘇らされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右に、座しておられるのである。あなた方は、上にあるものを思うべきであって、地上のものに、心を惹かれてはならない。あなた方は、すでに死んだものであって、あなた方の命は、キリストと共に、神のうちに隠されているのである。私たちの、命なる、キリストが現れる時には、あなた方も、キリストと共に、栄光のうちに現れるであろう。だから、地上の死体、すなわち、不貧困、汚れ、情欲、悪欲、また、貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は、偶像礼拝に他ならない。これらのことのために、神の怒りが下るのである。あなた方も、以前これらのうちに、日を過ごしていた時には、これらのことをして歩いていた。しかし、今は、これら一切のことを捨て、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る、恥ずべき言葉を、捨ててしまいなさい。互いに、嘘を言ってはならない。あなた方は、古き人を、その行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って、新しくされ、真の知識に至る、新しき人を着たのである。そこには、もはや、ギリシア人と、ユダヤ人、割礼と、無割礼、未開の人、スクテア人、奴隷、自由人の差別はない。キリストが、すべてであり、すべてのもののうちに、いますのである。だから、あなた方は、神に選ばれたもの、聖なる、愛されているもの、であるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、もし、互いに責むべきことがあれば、許し合いなさい。主も、あなた方を許してくださったのだから、そのように、あなた方も許し合いなさい。これら、一切のものの上に、愛を加えなさい。愛は、すべてを完全に結ぶ帯である。キリストの平和が、あなた方の心を支配するように、しなさい。あなた方が、召されて、一体となったのは、このためでもある。いつも感謝していなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして知恵を尽くして互いに教え、また訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。そしてあなたのすることはすべて言葉によると技によるとを問わず一切主イエスの名によってなし、彼によって父なる神に感謝しなさい。妻たる者よ、夫に仕えなさい。それが、主にある者にふさわしいことである。夫たる者よ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけない。子たる者よ。何事についても、両親に従いなさい。これが、主に喜ばれることである。父たる者よ、子供を苛立たせてはいけない。心がいじけるかもしれないから。しもべたる者よ、何事についても、肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして、目先だけの務めをするのではなく、真心を込めて、主を恐れつつ、従いなさい。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から働きなさい。あなた方が、知っている通り、あなた方は、御国を継ぐことを、報いとして、主から受けるであろう。あなた方は、主、キリストに仕えているのである。不正を行う者は、自分の行った不正に対して、報いを受けるであろう。それには、差別扱いはない。